博物学の巨星南方熊楠名言五選。学問は活物で、書籍は蒼白。知識や学問は生きているものであり、本や書籍はその一部に過ぎません。活用し実践できることこそが真の学びです。読むことは映すこと。読むだけでは忘れても、映せば忘れぬ。読書は情報の吸収だけでなく、理解を深める手段です。読んだ知識を手書きすることで、より定着し忘れにくくなります。植物の保全から人間の文化まで、様々な分野を関連づけて考える。個々の要素に分解するだけでは物事は理解できない。物事を理解するには、分野を超えて関連づけ、全体像を見ることが必要です。関係性の思考が重要である。自然のままで完璧。自然の摂理やバランスは完璧であり、人間も自然の一部。自然のままで生きることが重要である。世界に不要のものなし、無駄なものは存在せず、全てが一定の役割を果たしている。物事を単純化し、本質を見極めることが大切である。